6月22日から Netflix にて、ライジングインパクトシーズン1全12話の一挙独占配信が開始された。同作は、大人気シリーズ、7つの大罪、目視録の四騎士で知られる鈴木半ばによって、1998年から2002年の間で、週刊少年ジャンプ、集英社にて連載された人気作。連載開始から25年以上の時を経て、 『待望のアニメ化』化8月6日にはシーズン2全14話の配信が決まっているそして今回原作者の鈴木久史と主人公ガウェイン役を演じた声優久野岬による対談が実現漫画やアニメ制作時のことを振り返りながらそれぞれが作品やキャラクターに込めた深い思いを熱く語ってもらった ファンタジー好きの漫画家がゴルフ作品を手掛けたわけ、ネットフリックスでライジングインパクトのアニメ化が決定した時のお気持ちをお聞かせください。鈴木はじめは、なぜ25年前の作品を今、ま、という驚きの気持ちもありつつ、素直に嬉しかったです。僕にとってライジングインパクトは一番最初に連載が決まった作品です。企画会議でネームを出しては落ち、 出してはオチを繰り返して、ようやくつかんだ初連載だったのですごく感慨深かったのを今でも覚えています。久野、鈴木半ば先生とはアニメ、7つの滞在、ホーク役で一緒にお仕事をさせていただいていたので、王先生の初連載作品がライジングインパクトということを存じ上げていました。オーディションを受ける際に原作を読ませていただいたんですけど、本当に面白くて。 とても心がワクワクドキドキ熱くなる作品だなという印象を受けました。主人公の七ナ海ナガウェイン役として関わることができて嬉しい気持ちでいっぱいです。そもそもゴルフを題材にしようと思ったきっかけは何だったのでしょう。鈴木、僕は当時、ずっとファンタジーを書きたかったんです。けれど、そればかり書いていると物語の設定ばかりを頭の中で考えてしまって、 キャラクターをうままくく描くことがでできませんでしたそんな中編集部から「ファンタジーは一旦諦めて別ジャンルにも挑戦するように」と達しが来まして担当の編集者から「ファンタジーはいつか描けるから別の日常的な普遍的なものを書いてみよう」と提案されたんですその企画案にパチンコや競馬など担当の個人的趣味が混ざっていたのは気になるところでしたが「わら」 もちろんそのワゴはお断りして、学園コメディーにホラーと、好きなジャンルはいくつかあったので、そのうちのどれかで企画を考えようとしていたんです。そんな時にたまたまゴルフ雑誌を手に取って読んでいたら、ゴルフの起源の説の一つである、スコットランドの綺麗な景色が広がるコースに心惹かれて、さらにゴルフには、大きく分けてドライバー、アイアンパターと3種類のクラブがあることを思い出したんです。 その瞬間、少年史の、が働いたといいますか、僕の中でこれらのクラブを、三つの武器、みたいな形で表現できたら面白いんじゃないかと。作中でいうドライバーが得意なガウェイン・パターが得意なランスロット・ノーマンというように、このテーマが少年史的にもバチッとハマったというか、担当にもいい感じに受け入れてもらえました。苦悩、私はもともとゴルフ自体あまり詳しくなく、 ルールもよく分からなかったのですが、それでもすっと話に入り込めていたのですごいと思いました。作中でルールを分かりやすく説明してくれていたり、ゴルフ初心者でも入り込みやすい書かれ方で、大先生のおっしゃっている少年誌ならではのワクワクするような作風と合わせて、すごく読み応えのある作品だと思います。